嘘ってなんだよ。待ち合わせ場所の近くで偶然会ったこと。やれやれ、お見通しってわけか。当たり前でしょ。わからないとでも思ってたの？いや、黒猫の言う通りだ。あんな言い訳ベタすぎてすぐにバレちまうよな。今日は何で来たの？お前が避けているみたいだったからさ。私が？あなたを避けている？違うのか？いいえ。なんでそこで辛そうに言うんだよ。とにかくこのままじゃ堂々巡りな会話になっちまう。沙織が帰ってくる前に聞かせてくれ。何かしら？なんでお前関わるななんて言ったんだよ。そんなこと知る必要はないわ。あなたはただ私が告げた使命を忠実に守ればいい。それはつまり黙って言うことを聞けと？そうなるわね。もう私に関わらない。ただそれだけを脳髄の奥に刻みつけておけばいい。お前に関わるなか。ええ。いや、ちょっと寂しいなと思って。何か悩みがあるんだろ。なのに俺はお前に頼ってもらえない。情けねえ先輩だ。それで諦めるつもりなの？は？何言ってんだ。これはお前から言ってきた話で、お前の望む通りになりそうなんだぞ。それなのになんで困ったような声出してんだよ。なんか言ってくれよ。参ったな。どうすりゃいいんだこれ。ごめんなさい。何をどう言えばいいのか頭の中でまとまらなくて。ただ私はそのなんだ。やはりいいわ、何でもない。まあいいわ、どうせ無理に聞き出そうとしても話さねえんだろ。ええ。わかった。それでいい。コミケで修羅場なんだって。沙織から聞いたぞ。そんなことないわ。本当か？なんかトラブってるんじゃないか？本当に大丈夫よ。トラブルが起きているなら、こんなのんきに買い物なんてしないわ。ならよかった。でも最近の同人誌もすげえな。こんなデジタル機器を駆使するんだから。コミケ準備は問題ない。この買い物で道具を補充すればなおさらね。それがペンタブレットのペンでエルなんとかってことか。え、何か変なことを言ったか？必要な周辺知識はきちんと覚えた方がいいわ先輩。エルゴノミクスよ。